解石は日本料理の一種で、本来茶の湯会の主催者である亭主が来客をもてなす。料理を言い、禅寺の古い習慣である解石にその名を由来する。解石料理とも呼ばれる。解石を弁当にしたものを転身という。解石とは茶の湯の食事であり、正式の茶事において、薄茶、濃い茶をお喫する前に提供される料理のことである。理休時代の茶会期では、 社会の食事について、解石、振る舞いと記されており、本来は解石料理と同じ期限であったことがわかる。江戸時代になって茶道が理論化されるに伴い、禅宗の温弱に通じる解石の文字が当てられるようになった。解石とは、寒気に蛇紋岩、軽石などを火で加熱したもの、温めたこんにゃくなどを布に包み懐に入れる暖ボーを意味する。 解析が料理に結びつく経緯は諸説ある。一二修行中の前奏が寒さや空腹をしのぐ目的で温弱を懐中に入れたことから客人をもてなしたいが食べるものがなくせめてもの空腹しのぎにと温めた石を渡し客の懐に入れてもらったとする説。また、老子の特教にある値海力の玉を石に置き換えたとする説などである。天正年間には 堺の町州を中心として、和ビ茶が形成されており、その食事の形式として人知る三菜が定着した。これは南方六でも強調され、解析イコール一重三菜という公式が成立する。また、江戸時代には三菜を刺身、煮物碗、焼き物とする形式が確立する。さらに、料理技術の発達とともに、もてなしが手間をかけることにつながり、 現在の茶道や料亭文化に見られる様式を重視した懐石料理が完成した。なお、南方六以前に懐石という言葉は確認されておらず、同所を書出とする考えがある。現代では茶道においても共通する客をもてなす。本来の懐石の意味が捨れ、茶時の石上で空腹のまま刺激の強い茶を飲むことを避け、茶を美味しく味わう上で差し支えのない程度の軽食や、 類似の和食コース料理を指すといった実利的な意味に変化している。解析料理は茶事以外の場、例えば料亭や割烹などの日本食を扱う料理店をはじめとして様々な飲食店で提供される郷土料理である。解析料理と同じ、解析の発音の混同を防ぐため、茶事を目的とする本来の解析を特に茶解析と表して区別することもある。解析と 解析料理は、音が共通するため、しばしば混同されるが、両者は全く別のものであり、料理を提供する目的も異なっている。解析は茶事の一環であり、茶を喫する前に出される、軽い食事で、酒も提供されるが、目的は茶を美味しく飲むための料理である。一方、解析料理は、本前料理や解析をアレンジして発達したもので、酒を楽しむことに主眼がある。 料理の提供手順も異なっているが、顕著に異なるのは、飯の出る順番である。解析では、飯と汁は最初に提供されるが、解析料理では、飯と汁はコースの最後に提供される。また一人数と二料理が持って持ち出され、茶席に置けるように、取り回し時に特別の作法を言われぬことなど、総じて料理屋で食べる、解析料理は打ち解けたものであることが多い。 また料理店によっては料理のみを提供し、料理の後に薄茶の提供がないこともままある。加えて、解析料理は本来量が少なかったことから、量の少ないコース料理全般を解析と呼ぶ傾向があり洋風解析や洋風解析といった名称の料理が存在する。なお、解析には料理の意味も含まれているため、解析料理とするのは重言となるとの向きもある。 正午の茶事の解析を想定して流れを説明する。なお、流派等によって若干の違いがある。利休時代までは主に漆器が用いられていたが、オリベ焼きなどの国産陶磁器の発達によって多彩な器が用いられるようになった。現在では、解析料理に用いる器は陶器、磁器、漆器、木器、ガラス器などがある。このうち、飯湾、汁碗。 水物湾などは湿気を用いるのが通例である。茶席においては、主客より詰めまで順次取り回し、発寸が出て後、亭主が、同席して、逆付き事がなされ、菓子の後中立ちとなり、客は一旦待合へ尻きドラの合図で、再び席入りするのが本来であるが、いわゆる大寄せ茶会においては、別室で転身が強されることが多く、この場合中立ちなどは省かれる。 小華堂弁当の霊獣箱を器として、懐石の一通りの献立てを入れたもの。小華堂弁当もこれに該当する。懐石料理で知られる店には、京都南千寺近くの氷亭同じく京都の柿田辻止め、大阪高麗橋の吉町、滋賀県東大見市の小福楼、愛知県名古屋市の八祥館などがある。これらの店では茶室を備え、 ジャジを行うことが可能な店もある。ありがとうございます。